はい、野村です。この間、サイドオーダーをクリアして、本日、再び秩序の街にやってまいりました。そしたらなんか、飯田ちゃんと姫ちゃんがね、お出迎えをしてくれたので、ちょっとお話を聞いてみたいと思います。ハチさん、また来てくれたんですね。オーダーの暴走を止めてくださったことを改めてありがとうございました。おかげさまで、オーダーは力をほとんど失い、これ以上誰かが巻き込まれる心配もなくなりました。よかった。大凧がね、止まったみたいで、よかった。これで事件は解決。だと思ったんだけどな。はい。実はね、リバースに戦ったパレットに問題があることが分かったんです。ここで再び問題が。パレットがね、リバースに取り込まれた方の魂の一部、ということは以前ご説明しましたよね。忘れちゃってた。どうやらオーダーが無理やり魂を取り込んでパレットにしてしまったせいで、魂の持ち主を守るためのパレット設定がめちゃくちゃになってしまったみたいなんです。ちょっとしたエラーがまだね、続いてるみたいなんですよ。秩序の街に。なるほど。セキュリティに重大な問題があるってわけ。そうなの。放っておいたら何かのきっかけで現実世界に悪い影響が出るかもしれない。ほっとけないってことですね、この秩序の塔は。パレットは塔の最上階にあるコントロールームに行けば再設定して安全な状態にすることができます。ただ、再設定できるのはその時使っていたパレットだけ、つまり全てのパレットで塔を登り切る必要があるんです。それに、あのロッカーにはまだパレットの反応があります。残りのパレットも回収しないと。まだね、ロッカーがね、クリアしたとはいえ、6個しか空いてないんです、俺。はい。で、続きはこのロッカーをクリアするのと、パレットを集めることなんですけど、なんで、ストーリーは見たけど、完結はできてないというね、そういう状況に至ってます。要するに、全部のパレットを手に入れて、片っ端から塔のてっぺんまで持っていけばいいんだ。そう、姫ちゃんが言う通り、もう、他の武器でも、塔に到着しよう、2周目、3周目しようってことですね。ってことで、今日は、こんな感じ。姫ちゃんが、ハチも協力してくれるの100人力だって言ってるので、俺は姫ちゃんと飯田ちゃんと水田のために、はい、頑張りたいと思います。みんなもね、何周もやってみよう。面白いね。終わってからもなんか要素があるんですよね。そういや、ロッカーの裏の方に誰かがいるっぽいんだよ、だって。クラゲじゃん。え、クラゲじゃないの？あ、ロッカーの鍵ゲットしました。オーナーマニューバレプリカ、あ、もらった武器。そっか。マニューバでクリアしたからもらったんだ。あっち？うわ、なんか、モンスターズリング、モンスターズインク？モンスターズにインクって言っちゃった。インクだ。モンスターズインクに出てくるランドールみたいな、ね、キャラクターいますけど。夢エビ。勇ましきタコさん。あなたが現れるのを待っていました。この世界に変化をもたらすもの、あなたは成し遂げました。しかしまだ終わりはありません。私は夢エビ。そしてここは夢エビの露店です。様々な品を真珠と引き換えてきます。それらはロビー端末から受け取れるでしょう。何か売ってるみたい。あ、何これ、すげえ、あの日のパンケーキ。なんかすげえ。制圧するグラーベ。これ全部置物か。ステッカーも売ってる。先輩の壁紙買いたい。100、100使っちゃった。見て。あ、これもある。これも買い、あ、お金ない。真珠ないから買えない。え、なんかいっぱいある。売り切れになるまででも買っちゃおうかな、これ。買っちゃおう。引き換え。全部買いたい。置物、あ、全部買いたい。今買えるもの全部買いたい。オッケー。本当は強化するのに使った方がいいんだろうけど。やったー。これでロッカー変えるのもできそうだね。なんか、いい感じにね。で、鍵2個あるので、開けちゃえっかな。チャージャーのパレットゲットしました。ホタルさんの魂。ホタルさんの魂手に入れました。もう1個？あ、真珠30。いいね。真珠も手に入る。よし、これで上の段は全部開いたぞ。よし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 。もう強化しちゃってもいいかもね。真珠。これ簡単にクリアできるらしいんで。
もうね、姫ちゃんドローンはね、すべてね、強くしたので、10ボス占い。あ、戦う前に分かるやつだ。しかもなんか弱った状態で出現するとか書いてある。自販機のもあるよ、真実家のもあるよ。必ず自販機コーナーが出ますってのもあります。自販機リセット。自販機商品値引き。あ、値引きしようよ、値引き。10% オフだって。最高だ。60! あ!これ 20% オフだ。最高だ。いいね。ハイリスク、ハイリターン。ハッキングの効果が小さいほど、トークリア時にもらえる真珠が多くなります。ってことは?あんまりパレ、ん?どういうことだ?なんか自分が弱かったら真珠がたくさん手に入るってことか。真珠でこれ全部強化したいけどね。あ、最大ライフってのもありますよ。初期数増えるらしい。これ2期になる。あ、1から2変えました。なので、1回死ねるってこと?やった。最大ライフ変えた。ちょっと安全になったんじゃないですか?で、今までは俺すげえ難しい状態でやってたのか。そうだ、8。オーダーをぶっ飛ばすために使ったパレットはもう再設定が終わってんだってさ。ってことは、カラーチップは、どんくらい?そんなになんか、持ってないな。いいもの。あ、これドローンと黄色、クリアできそうですね、これ。でも何かわかんないんだよね。まあ、見たことないやつをセッティングすればいいんじゃないかなと思います。はい。ってことで、私がクリアしていくのは、次のパレットで、行きましょう。これ鍵も3つ持ってるので、もう2個持ってるバケツから行こうかな。そしたら、バケッちゃんで行きましょう。あれなんか変わった？あ、勝ったから変わってる！すごい！ロビー変わってるよ！音楽も変わってるかも。ほら。本当の秩序の世界はこれだったんだね。タコに変えられてただけで、めちゃくちゃ楽しそうなとこだったんだ。まがまがしくなってたのは大高のせいなんだよ。ってことで、やっていきましょう。水田久しぶり。水田、エレベーターボーイをしてくれ。エレベーターガールか。よろしく。今回も30階に上がっていきたいと思います。まだ持ってないやつ、どれなんだろうな。わかんないよね、持ってないやつ。今回違う戦い方していきたいしな。塗りラッキーコンボでも言っとくか。よろしくお願いします。なんかね、強化して、武器を強化しまくって、なんかチート級の武器にできるのも知ってるんだよ、もう。なんか、だから、俺もね、なんか、すごいかっこいい強い武器に変えていきたい。武器強くしていったりしたい。前回は無限トルネード編をやってたんだけど、今回はもう、なんかテーマに沿ってやろうかなと思ってる。これはエリアを守ればいいかな?はい、エリアを守りましょう。これ、上に飛んでくるやつかな?あ、来た。ここ塗っとけばね、ダメージ、チクチクダメージ入るので。入らない子もいる。はい。はい、ナイス。来るよ。やばい、石大ちゃん。石大ちゃん来てる。残り10カウント守るぞ。よし、守った。ギリギリ。インクすごいなくなりそうだったけど。ナイス。すげえダメージが低い。ちょっとダメージ上げたいね。強くしたいな。メイン系を積んでけば強くなるんだ。ただ、セーブして中断とかもできるんだね。俺ここで持ってないやつが、あ、今ラッキーコンボだったんだ。あ、持ってないやつだった。ラッキー。このなんか、これね。これ覚えとこう、このマーク。ディスクのマークと、この、ハテナがついてるマーク。ですね。ハテナがついてるマーク。あとなんか、星がついてる、この時間系のマークを覚えといて。で、多分これ今ないから、それ以外はメイン系つけようかなと思います。うん。覚えた?みんな。
星とハテナとディスク。星とハテナとディスク覚えておこう。すり鉢のフロア。それ以外は好きに強化していこう。いくぜ。プロペラヤグラは運べ。他にも多分持ってないギアもあったと思うんだけど。まあ、大丈夫でしょう。なんか2回失敗できるのいいよな。リンク回復してどんどん撃っちゃおう。はいはいはい。リンク出ないよ。リンク出ないよ。タンもいった？タンもいったならここで。ここでビーってやれば。OK！ 強い。で、戻すのか。戻すのか、これ。はい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 。やばい、来るな。無限トルネードはできないけど、普通のトルネードはできるぞ。やっぱトルネード強いね。トルネード強いんだけど、なんか今回は違ったスペシャルでもクリアしたいと思ってるので、またね、変えていきましょう。よかったでしょ、無限トルネード。あ、なのでこれ多分2個ね、持ってるやつだ。ハテナと星じゃない。なので、インクショットダメージ。こういう系つけていこう。もう難しい簡単とかは一回置いといて。このバケツを強くしよう。いくぜ。ボールを運べ。サイドオーダーおもろいな。てか、なんかこのステージ初めてやったな。いけ！飛んでけ！これも飛んでいく。これも飛んでいく。あーああ、これも飛んでいく。オッケー。これも飛んでいく。よいしょ。これ上に乗っければいいじゃんね。あ、破裂してなんかどんどん上に上がっていくのか。石大ちゃんが来てる。おい、乗ったけど石大ちゃんの攻撃で、ああ、あいつら何やってんだ、ふざけんな。せっかく入れたのに。オッケー、これで勝った。敵が来なくなった。イエーイ。あいつら邪魔しやがって。石大ちゃんが。よし。で、次がドローンクイック。ないね。突撃ダメージ。メインショットサイズも当てていこう。もうめっちゃ強くなってるぞ。メインがめちゃくちゃ強くなっている。よろしくお願いします。2回目から簡単になってくるのかな。1回クリアしたのでね、サイドオーダー。よいしょ。上に上がって、メインショットのサイズが上がるってことは普通のバケツみたいになってる。インク出ないよ。よっしゃ。 OK。この右側か。あの、どんどんプロペラが下がっていくよ。高い。これはもうトルネで行こう。トルネで行った。はいと。これクリアじゃね。あー、クリアだ。早いね。ないっすね。1分以内に終わったね。やっぱトルネ強いよ。うわ、メインショット系ある。ちょっと自販機行きたいけど、メインショット系欲しいので行きましょう。うん。あの、ハートとディスクと星以外は、メイン系全部行きます。あ、なんか強くなってる気がする、ここのなしか。逃げる敵を倒せ、どこにいる？あ、いた。この最初に行く道をね、取ってから、はい、最初に逃げ道を塞いどく。塞いどく。あー、俺の逃げ道がないぞ。ここで塞がれてるので、おい、倒した。 OK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 
もうでも自販機はね、取れないから。
よし、続きいきましょう。あ、自販機あんじゃん。あれ？あんじゃん。あ、てか、ハテナあるよ。あれ？これじゃない？ハテナ。ラッキーコンボ最大数、これ。あと、これディスクか。ディスクだから違うわ。じゃあ、いっか。自販機行きましょう。違かった。これが欲しいやつじゃなかった。でもなんか、ここで自販機出るんだね。使ってないからかな。スーパー着地。ウルトラ着地。イカダッシュ速度とインク効率メイン。これもちょっと欲しいので、買っちゃいましょうか。じゃあ、変えよっか、ウルトラ着地に。今回ウルトラ着地でいきたいと思います。スペシャル変えたかったんで。これで OK。よしよしよし。で、クイックボム系違いますね。撃破インク回復。これ欲しいな。なんか持ってない気もする。まだ持ってないパレットな気もする。甘々しいの見えてきたね。この武器で20何回までいってるから。多分安全にいけると思うんだよね。あ、ボール系ね。ボール系めんどっちいよな。とりあえず下ろしとくか。とりあえず下ろしといた。石台ちゃんを倒して、あー、ボール落ちてくる。なんで？右だけ入れとくか。オッケー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 。いいや、もうこっちから飛ぶ。こっちの坂から飛ぶ。うわっうわっ、邪魔者が、石台の邪魔者が、石台の邪魔者が、くそ。あ、石台落ちてった。あ、こっちだ。最後の一つ、こっちだ。イエーイ、入れー。はい。え、なんか7回まで余裕じゃないですか、今回も。どんどん行きましょう。撃破ドローンだゲージ。あ、これ星じゃ、これ星だよ。あれ、これ星だよ。これ星じゃない？あ、ほら、これこれだ。え、これ違う？これだよ、多分。はい。俺が欲しいもの1個見つけました。よし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 。見つけた見つけた見つけた。このパレット絶対手に入れるので。クリアしよう、8回。トータルを壊せ。今回ウルトラ着地なので。ここで壊しちゃう、壊しに行っちゃおうか。はい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 。もう普通に攻撃してもいけそうだね。はい、1個目倒しまして、2個目のポータルはこちらへ。わあ、なんか攻撃されるのやだね。2個目のポータルはこちらへ。いけいけいけ。さあ、あと1個。これなんだい、インクアーマーか。なんか敵の数少なくね。はい、ウルトラタクシー俺も決めていきましょう。はい、いったよ。ナイスー。あれ、なんか敵の数少ない気がしてきた。てか、めっちゃ楽だな。はい、撃破ドローンゲージゲットしました。で、あとは、なんか難しいと激ムズばっかなんですけど、ほら、ゲットした。やった。あとはね、まあ、ディスクと、そうですね。ディスクと、黄色いディスク、水色のハテナ。あとね、ムーブ系持ってないので、この人移動速度とか、ムーブ系があったら取ろうかなと思ってて、行きましょう。ムーブ系。まだまだボスでもないのか。行け、行くぞ。行け、行くぞ。ポータルだ。ポータル、手前から行くか。なんかよくわかんないけど、奥から行ったな。一個割れそう。はい、ナイス。次行きましょうか。はい、はい。なんか右からめっちゃ回ってきてるから。オッケー。
最後、おぉ、うわぁ、これはウルトラ着地だ。よかった、溜まってて、来るな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 、オッケー、危ねえ、いっぱいだ。ウルトラ着地溜まっててよかった。違う武器だったら終わってたね今ね。オッケー、これ今ニューだったらしいです。ムーブ系、ムーブ系全然持ててなかったから、やっぱ青いのも集めるのありだね。あとインク系か。よしよし、ボス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 、まがまがしい増殖と共鳴のお風呂ってことはイカゾネスかな。タコゾネスか、タコゾネスかな。これよろしくお願いします。もう降りて戦うから、いつもいつも下から戦ってます。おっと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 、壊された。どうした、いつもアーマー壊されるの、なんか強いのかな、あいつ。来たよ、ボム置いといたよ。ほら、なんかいつもアーマー壊されるのね。あぶねえ、最後のアーマー取ろう。なかなかやるんだよな、相手な。ボム置いとこう、ボム置いとけ。ここいるね、いった、割られた。お、倒した。あと3体、残りどこだ。あそこだ、センサーが来てる。これ倒した、ここにいたよ、北斎だ、北斎。どうラスト、いた、はい、倒した。あ、ボムで倒した。ボム強い。で、鍵を取ればいいのかな。鍵のなんか複製だね、持ってたからね。ナイスです。なんかアーマーだけはね、爆風とかって壊れやすいんかね、もしかしたら。はい、お疲れ様。なんか俺のパレットもあんのか、8号のパレットもあるのかな。4号のパレットはあったんだよ。8の魂を放っておくわけにはいかねえし、6巻の鍵を集めていかねえとな。だってほら、やっぱ8のあるんだ。おい、来たぞ、自販機。ただメインショットダメージ遠くが出てる。これも買いたい。自販機は後からでも買えることに知ったので、これも買いたい。バッテン坂のフロア、よし、メイン振るの早くなってるよ。ほら早くなってる。ただ全然あいつのとこまでいけないな。魚のとこまで全然いけないな。魚早く倒したい。魚全然倒せない。魚、あ、なんか追われてるもん俺。魚、魚倒した。あと1体、魚あと1体どこ、魚あと1体どこ。どんどん敵出てき、あ、どこ、これが違う。魚いないけど、あ、いた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 、この先にいる、この先にいるぞ、魚が。魚、いや、すげえ逃げんのうまい、逃げんのがうますぎと、なんか鬼ごっこするか、俺と逃走中もいいぞ、俺と鬼ごっこが逃走中するか。おお、スプリンクラー君もいるし、ちょっとめんどくさい。ねえ、めっちゃ速い、あいつ。やった、倒せる。オッケー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 。苦戦しました、バッテン坂のフロア。先塗って罠張った方が賢いのかもしれない。あ、自販機なくなってる、悲しい。あ、見て、ハテナあるよ、ハテナ。これ欲しいやつじゃない？ほら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 、ハテナ見つけた。ブローンアイテムだって。これ行こう。
俺が欲しい系今見つけました。やった。エリアを守れ。はーい。エリア守りまーす。はーい。とりあえず確保しとけ。これなんだ。スペシャル缶詰か。エリアで戦わなければさ、エリアのとこ来ないんじゃ。あー、そんなことないか。あいつがいんのか。なに、めんどっちいけど倒すしかねえ。はい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 。あ、強いよ。インタイプした。ダメもらった。まあ、なんとかなりそう。なんとかなりそう、なんとかなりそう。はいはいはい。ダメは入ってる、与えてる。なんか全然カウント進んでないね。カウント止められてんだろ。この子にな。なになになんだ、このトーピードみたいな、なんだ君か。痛い。君か。この超人アンコウみたいなやつが俺のことを攻撃してくれ。ねえ、やだ、こんなに来んのやだ。ウルトラ着地くれ。よし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 。まだ確保してる、まだ確保してる、まだ確保してるぞ。頼むぞ。爆風で。オッケー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 。てかさ、寝起きなんだよね。今さらだけど、なんか昼寝しててさ、全然目が覚めなくて。え、メイン系めっちゃ来た。でもさっきので下全部埋まりました。なので姫ちゃん系は別にもう取らなくていいんですよ。あとはディスクとメイン系が多分3つかな。でもこの上のを強化しとくと強いの手に入れそうなので、ピンク、ディスク以外はピンク狙いたいと思います。今日のテーマはね、アイテム集めとね、メインの強化、このバケツの強化なので。よし、ヤグラを運ぶのか。あんまり好きじゃないけど、あんまり好きじゃないけどやりましょう。ヤグラはなんか窮屈なんだよな。じゃ、苦手だな。好きじゃないけど苦手だね。ウルトラ着地で決めたいの。あのまま関門連れてって、この関門連れてって、あー、上からやった方がいいね、これ。プシューってして、これをプシューってして攻撃します。これもアーマーか。アーマーならちょっと無理してもいけそうだね。あー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 、あー、まあ割られちゃったよ。あ、こんにちは。うわ、なんかチャージャー君がいるじゃん。びっくり。あ、届かないよ、あそこ。この敵を倒さないと届かないよ。届かないよ。はい。はい。入った、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 来た、来た、来た。反応ないよな、それ。うわ、なんだこの量、なんだこの量。大量すぎないか。順調ですね。負けることなくいってます。移動インク回、これボーナスついとる。でもなんかポータルが一番楽なので、突撃吹き飛ばし、これやろう。あとディスクだけだな。ディスクだけ。ディスク以外は好きにやっちゃおう、今日は。上から行きます。上から行きましょう。あー。あー、大量に来てる。しかも下から挟んでた。あ、危ねえ。最後のライフ。よかった。残ってて。え、今の危ない、今の危ない、やばい。
気抜いてない、気抜いたわけじゃないんだよ。やばいね、ちょっと距離取らないとまずいかもね。一旦ね、やばいやばいやばい、普通に強い普通に強い。ライフ上げといてよかったな。ただちょっともう死ねないとなると、そう死ねないとなると少しきついぞ。はいはい、攻撃しましょう。後ろから来ないか確認して行かないといけない。で大丈夫、猫ちゃんがなんか動かしてたね。アーマー手に入れた。アーマーは嬉しいんだけど、うおーい、アーマー嬉しいんだけど、アーマーに頼ってばっかだとちょっと怖いんですけど、やばいな数が。敵が来たらウルトラ着地があるので、なんとかなんとかここで、よし、やべ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 、距離詰められないようにね。アーマーがここに欲しくなってるのは多分もしかしたら俺がそういうアイテムを取ってるからだと思うんだけど、石台がさ、こうなんか他の魚をさ、スケルトンをさ飛ばすじゃん。それが後ろから来るのが怖いよね。やめろー、そんなに俺のことをいじめないでくれ、やめろー、えらずーっと戦ってる、同じこと。わあ、ウルトラ着地決めよう。いや頑張った、いや頑張った、もう長かった、いやーきつい、2分かかったね、きついよあ、自販機ある、あれ、待てな、あ、でもディスクじゃないか。このノックバックってやつはさ、俺持ってないから行こうかな。ちょっと自販機放置。一旦ね。一旦放置。これ多分このパレット持ってない、初めてやったかも。サブウェポンを使わないでだって。いけるね。いつも使わないし。まあ、あのメインを強くしてるので。サブよりメインって感じですね。あ、止められたか、君か、君ね、君が止めたのか、君は倒します。エリアで戦っちゃうとエリア塗られちゃうんだよな。俺んとこ来ないから、はい、はいはい、エリアはエリアでは戦わない、俺はエリアでは戦わない。あ、チャージャーなんか落ちてった。ラッキー。よいしょ。よいしょー、オッケー。エリアでは戦うの。このぴょんぴょん跳ねてるやつの、これを取って、ぐるぐる回れば、いける。オッケー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 。これは勝った、勝った。で、ボーナスももらえた。いいんじゃない今のは。よし。報酬めちゃくちゃもらった。そういや、オーダー、今はコダコだっけ？あいつはあれからどうしてんの？私も気になって調べたのですが、ネリバースから出たりはしてないです。ずっといるんだ、トーン。トーンの中にいるの。どうせ一番上にいるんだろ、コダコも。上で待ってんだろ、俺たちのことを。よく来たなーって、急に言ってくるかもしれない。遅くした敵ダメージ。これも持ってないぞ、多分。行こう行こう。ディスク来ないな。よろしくお願いします。逃げる敵を倒せ。苦手なやつだ。もうバケツで苦手なやつよ。もうこれ最初こう塗っとかないと。苦手なのよ、本当に。ここ行く。オッケー、遅くしてる遅くしてる。残り1体。どうだ？ビヨーンってしたか。どうだ？どこにいるんだ？
魚消えた、魚不足だよ。いた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 、めっちゃダメージ食らってる。勝った。やっぱ塗っとくといいね。猫ちゃんが暴れてる。大丈夫か？大丈夫かみんな。猫ちゃんにあのマイクいじられてないか。インクパチパチ。これ持ってないな全部。トラブルついてるねなんか。イカローラアタックは持ってた気がする。インクパチパチも持ってた。でドローン系も全部持ってる。まあ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 。どうしよっか。お金一番もらえるやつやるか。ちょっとトラブルついてんのか気になるけど。大したことないといいな。なんか暗闇とか、霧とかが嫌だ。視界系は嫌ですね。ポータル壊すだけなんで。無限アルペジオだ！無限アルペジオ変化！すごい、無限アルペジオか。どれがアルペジオ？どれがアルペジオだ？飛んでるのがアルペジオだろ、多分。もう壊すことを意識してウルトラチャックも決めていこう。まず1個壊した。アルペジオってでもさ、この泳いでくる魚じゃない、アルペジオねえ。いや終わる終わる終わりたくない。あぶねあぶねあぶね、アルペジオやめて、アルペジオアルペジオやめて、アルペジオ、アルペジオの数がすごい。だってこれダメージ受けてる、なんかアルペジオから。やばいやばいやばい、マジでアルペジオからダメージ受けてた。ちょっと強いなアルペジオ。てかウルトラ着地してる時にダメージもらうの嫌だな。これできついな。せっかく着地してんのになんでダメージ食らなきゃいけないんだ俺は。もうボム投げとくか、これ。ボムでさ、ボムでさ、こう。オッケーオッケーオッケー。やべ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 。あー、ウルピー、うわ、うわー、うわ、ゲイ、倒した。アーマー使うぜ。あ、ここ濡れない。上に上がんなきゃ。上に上がんなきゃ。最後多分上なので、あ、こいつにやられたのか、多分。アルペジオアルペジオ、うわー、アルペジオー、やだ、やだ、アーマー取った、アーマー取った。いける。アルペジオアルペジオって。やだー、やだー、アルペジオ、えぐ、このトラブル一番きつい。インクネバネバ。きた。メインショット塗りきてる、でも。インクネバネバボーナスついてるけど。インク系欲しいな。インク系もらおう。インクネバネバもらおう。あ、最高記録見えてきましたね。そろそろ自販機行っとかないとお金がめちゃくちゃ溜まってるので。逃げる敵を倒す系。もう一匹も余裕で倒しきった。倒しきる、倒しきる。うわ、アルペジオ来てる、アルペジオ来てるぞ、アルペジオ。どこに逃げた、どこに逃げた、敵がどこに逃げた。あ、どこだ、俺は何をしている。俺は飛ぶぜ、いたぜ。魚、魚早いな、逃げるの。魚、魚あと1体、魚あと1体だよ。さあ魚、そこか、魚、魚追いかけよう。あ、なんかネバネバしてる、インクで、インクでネバネバしてる。オッケー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 。後ろの子たちはもう全部ガン無視よ。まあ、ちょっとね、あの相性が悪いんだよな、これとな。自販機行こっかな。自販機行きました。ついに自動販売機を使う機会が増えます。
なにこれ、ライフ回復、あ、ライフ回復なんだんの。ちょっとやっとこっか、ライフ回復。売り切れた。移動でドローンゲージが。持ってるかな、移動ゲージ系。見えないか。一応買っとくか。一個だけ。持ってなかったら、解読だしな。で、先にも確か、見えてたんだよね、あの、自動販売機が。そこで新しく購入してもいいし。お疲れ様です、ハチさん。次はボスとの戦いなので気をつけてください。ボスを一発で倒せる必殺技とかねえの？そうですね、ネリバース開発中に試作していた、きらめいてスターライトボムを使ってみますか？何それ？シミュレーションの結果 88.8% 確率で塔が崩壊します。強すぎるんだね。それやってみたい。塔の崩壊したい。破壊神、うなちゃん。よし、来た来た来た。なんかインクっていうかライフ回復できたのでかいぞ。あいつかー、こいつかー。これどうしようか、一個ずつ倒していくしかないよな。回線ロンド、回線ロンド、本当に一匹ずつ倒していくしかないよ。アルペジオー、アルペジオー、アルペジオ連れながら行くか。オッケーオッケー、アルペジオやめて。残りどれ、これますか。下もいる、下もいる。ある程度攻撃するとこの回線ロンド自体が攻撃してくる。あー、ホップソナー系ね。で、この光にバレたらアルペジオが出てくる。なるほど。やばい、来る。何これ、敵が飛んでくる系。まあ、それなら大丈夫だ。全然もう満タイメイベント全然ダメージだ。これ壊す。潜り込むか、下に。下に潜り込む。いけ、ソナか。ソナだ。オッケーオッケーオッケー。倒せなかったけどダメージ入ったんじゃない今。フルタージャックで。わ、この地味だね。トルネードあった時は楽だったんだけどな。トルネード強いんだな。あ、やべ、バレた。大丈夫か。コマを、ちょっと倒しときたいね。コマ。コマのダメージを、奴らに、あー、ダメか。回転してる、回転してる。何が来るかな。また敵か、また敵か、また敵撃ってきた。うわぁ、危ね、アーマーなんか、あ、アーマー取れてる。待って、俺アーマー取れてる。やばい。危ねえ。このまま攻撃するか。あ、やべ、バレちゃった。アルペジオ出てくんだよ。バレたなぁ。ウルトラ着地したら、なんか時々着地狩りされるのかなぁ。気に食わんよなぁ。あああああああ。アルペジオいっぱい出てくるよ。こっちこっちこっち倒す。オッケーオッケーオッケー、残り1個、残り1個、残り1個。これだけ、これだけ。備え来てる、備え来てる、備え来てるよ。もうウルトラ着地決めちゃうか。上に食らわないのか、なんだこれ。この機械はもう攻撃食らわないし。あ、やべ、最後のあがき来た。レーザー系か。レーザーか。レーザーはジャンプで避けると。はい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 。オッケー、倒した。もうね、こいつね、相性が悪い。武器も、スペシャルも相性が悪い。全然回らんからもうこれで攻撃しよう。オッケー、オッケー。相性が悪すぎる。はい、はい、ほらいい。ありがとうございました。3分30秒もかかっちゃった。まあでも時間かければいけますね。あと10回あるのか。
と10回か。水田は戦い得意じゃないらしいね。ハチの強さ気に入ってるらしいよ。気になってるらしい。うん、なんか、俺がこんな注目を浴びるの恥ずかしいな。深海メタルのお話をしてて、ちょっと飛ばしちゃった。ちょっと飛ばしちゃった。水田気になってんだって、俺のこと。あ、インク効率上がるのも嬉しいけど、一回自販機行きましょうか。自販機へレッツゴー。対戦ロンドだるいな。やだ。自販機、あ、真珠25個手に入ります。800円で、もらおう。で、時間ドローンゲージ、ディスクでもない。ドローン系も持っとるんよな。いっか。次行こう。一フロア進むのありがたいよね。で、メインショット塗り。トラブルついてるー。これ無限アルペジオとかだとやだな。行くか。メインを強くしよう。嫌なアルペジオだったら。やだな。22回。暗黒、あー来た、もうやだ、もうやだ、暗黒全塗られ。もう何も見えないもん、ほら。全塗られって何？塗られてる？いや、暗黒やすぎる。敵がどこにいるのかわからない。何これ？暗黒やだ。暗黒やだけど、ここに魚いるのは見えた。見づらい。見づらい。見づらいし、なんか敵が多分いっぱいいる、これ。俺の後ろ。やばいやばいやばい。これ終わるかも、やばい。振りすぎる。あ、取っちゃった。一旦掃除しよう。敵の掃除を始めてからの。みかさん、オッケー、残りたい。どこ？残りたいどこ？残りたいどこや？だいぶ上がるか。痛い、光ってるのが、魚ですよーって。危ねえ、入ってる。逃がさんぞ。あいつ、ボム落としてきてる。うわー、やだ。よし、トラブルクリア。万年トラブラーだな。ずっとトラブラーだ。自分で言ってみて、意味がわからない。メインショットダメージ。これやろう。また自販機欲しい。自動販売機をください。23フロア来ました。プロペラヤグラを運べ。どこにあるヤグラ？あ、この一番上のがヤグラか。横にポンって行けばいいのよ、左側で。なんで遠回りさせる？横にポンでいいじゃんね。あ、行っちゃった。これ、到着したらブルーってやって。インクなくなった。あ、終わる。終わりたくない、俺。わーい、ただいまドラえもん。あ、間違えた、伸びたくん。ドラえもん。やだ、やめなさい。移動させよう。今なんか敵がいない。奇跡的に敵がいない今。チャンス。近くに敵がいない。チャンス。行け。アルペジオが来てるぞ、アルペジオ。あっといめちゃくちゃよかった。着地で良かったこともある。着地で良くないこともあるけど、良かったこともある。はい。うおー、やめてくれー。着地で一匹倒せないのか。ねえ。着地で一匹倒せないとかあっていいのか。やめて。アルペジオやめて。アルペジオ。このまま連れてこう。浮いてくれ。敵も来てる。あ
ああ無理だ、あれ無理だ、あれ無理だよ。あーまあナイス、ボムで投げといて、もうウルトラ着地をかまします。かました、 OK、 かました。OK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 。 あーやだやだ、ミニショットダメージ強くしてもなんかな。爆破サイズ、インクネバネバ持ってないパレットいく。もうほとんど手に入れた今日は。あれ何色だった、オレンジ紫青だね。突撃ダメージ持ってる気がする。インクネバネバも持ってる気がする。爆破サイズは持ってんじゃない、爆破サイズ。あ、持ってるじゃん。インクネバネは、持ってんじゃない。と、突撃、系も。インクネバネは持ってる。突撃ダメージも多分持ってる。じゃあポータル行くか。ポータル倒すのが一番得意なんで。ポータルにしましょう。もう最高記録どんどん上がっていくので、安全に行きましょう。トータルを壊せ。下から？下からか。これトラブルなくてよかった。トータル壊す系で無限アルペジオを来られると一番きついよね。うわぁ。うわぁ。なんだこの大量の数。なんだこの大量の数ね。どうぞ。また来た、また来た、また来た、また来た。で、着地入れまーす。着地入れたら楽になる。いいね、着地入れたらマジで楽になるね。一回着地入れまーす。OK。この着地のアイテムを取ることによって、楽になってるんで。でかいな。でかいな、これ。まだ行かないな、やっぱ。リスクちょうだい。まだリスクあるよ。やべ！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 石田ちゃんが！やめて、石田ちゃん！石田ちゃん！石田ちゃん、お願い！やめて！やめてー！オッケー！ウルトラ着地？決めまーす。よーし、倒した。アーマーも取ってこう。あ！これでかいぞ、このディスク。一旦出てこなくなるんじゃないか？ディスクのこの、姫ちゃんのおかげで。ほら！あ、割れちゃった。今チャンスだったのにな。そしたら着地決めようか。そしたら着地決めまーす。あと一個。あと一個でかいやつか、これもしかして。じゃあ着地決めよう。なんだかんだ着地いっぱい手に入るぞ。嬉しいことに。いけー。ただもうアイテムが近くに見えてない。ちょっと気になる。移動しながらね、安全なとこ探して。え、危ね、アーマー壊れた。一旦ずつ下がっていい。多分これ下がっとけば問題ないと思う。インクネバネバダメージ与えといて、ウルトラ着地かまします。はい、ちょっと安全に行きました。まだまだでも武器のダメージが弱いな。爆破サイズ増えたの嬉しいけど、リスクないしな。塗りドローンゲージ行きましょう。塗りドローンゲージ、ポータル倒すの好き。お、いいぞ、25回。自販機来てくれ。そろそろ自販機来てくれ。ポータルを壊す。3個。まあ上からでしょ。上からなんだけど、なんだこの数は。この数はなんだ。うわ、サージャ君がいる。チャージャー君嫌だ。チャージャー君を先倒す。 OK。 あー、着地決めよう。
かましました。いけないさま。おー、いけ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 。待って、いくでね。あぶねー、倒した。あぶねー。ディスク、これディスク欲しい。ディスク OK、ディスク OK。 反射くんいるな。おい、スペシャル溜まった。ちょ、チャージャくん倒しに行きたい。やばい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 。チャージャくん倒す。 OK OK、 チャージャくん落とした落とした。痛え痛え。あんまもらうぜ。あんま壊されたぜ。ゴム投げつつだ。チャージャー君は倒す。 OK、 チャージャー君倒した後に着地かましたいな。ここで行くしかない。ここで一発行っといて。でも数がすごい。下からも来てる。あ、上からも来てる。えぐいぞ。僕チャージャー君倒した。ゲージから、ゲージからポータルからすんごいの。もうカズが OKOKOK、 倒せ倒せ倒せ。ポータルちょこちょこダメージ入ってるぞ。ちょこちょこダメージ入ってるぞ。うわー、 OK、 アーマーもらうぜ。残りそこか。倒した、倒したのか。倒せてる、倒せてるね。回復をここでしとこう。ボムボム置いてここでかますか。ドルダー着地、ドルダー着地かました。 OK 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 OK。 あー、大変大変だけど楽しい。一番好き、ポータル一番好き。楽しい、いいゲームを作ってくれたよ、任天堂さんは。なんか、ボムの爆風めちゃくちゃでかいんだ。9番ボムの。小田子は最上階をコントロールルームだ。教えてくれましたね。まあ、やっぱそうだろうね。行くぞ、みんな。25階まで来た。メインショットダメージ、これ強くするか。まあ、なんか、いろんな色つけてるわ。今日はパレットを集めてる日ですね。あ、見えたね、小田子。見えたね。大田子じゃなくて、もう小田子なのかな。変わるのかな、ボス。よいしょー。ナイスエリア確保。まあ、ちょっと迎え行った方がいいかな、これ。これ、バトル強いぞ。アイテムができた。なに、あ、アイテム取られた。なんでアイテムできたのか。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。死ぬ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 。これ来ないよ、ミサ。え、うわ、ウルトラ着地中にやられた。最悪だ、もうね、着地の弱点。やっぱ息なくなりました。ここまで来て息なくなりました。やばいっす、やばいっす。これ、この壁でさ、この壁をさ、うまく使って刺さないようにさ、くんなくんなってこと。ああ、ああ、壁壁壁壁壁を作ればいける。おお、この数はなんだ、この数はなんだ、この数はなんだ。ああ待って、ウルトラ着地したくない。またやられちゃうから死ぬ。あ、終わる。え、あぶねえ。全然カウント進んでないよ。いけ、うわー、あんまちょうだい。 OKOK、オッケー、カウントする、カウントするよ。ねえ、これ本当にウルトラ着地が、いやー、あかんな、これ使おう、ここでこれ使おう。オッケーオッケーオッケー、これ頼む頼む。もうボム投げとこう。君か、攻撃してきたのは。
で着地をちょっと安全なとこから使ってゴム投げて、ゴム投げて、はいはい、あーよかった、もうよかった。怖いな。ドローンスプリンクラー、ドローンメガホンも持ってるよね。インクショットダメージいこっか。27回まで来てここで負けたくないよ。あとライフ1しかないよ。慎重に行かなきゃ。マジで慎重に行かなきゃ。矢倉を運べ。下から上げるのやだな。怖ねえな。一旦塗りをね、しといて。オッケーオッケー。こう一本道だから逆に怖いんだよな。うわー、ちょっと一回倒そっか。着地決まって決めてからだな。オッケーオッケー。着地決めて後ろ敵いないの確認した。オッケーオッケー。ナイスアーマー、アーマーでかい。よし、突破もでかい。ここの突破もでかい。半門突破した。で、着地かまします。オッケーオッケー。スペシャル取っとくわ。よし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 。半門突破、半門突破。半門突破した。ボム投げといて。これ着地も溜まった。うわぁ、危ねえ。おぉ、なんかいる。ナジャ君がいる。体力落としたぞ。うおー、オッケー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 。ここ安全に繰り出して、残り体力1か。俺むずいむずいむずいめっちゃお金貯まってるけど使えない。星は持ってるんだっけ確か。インクショットダメージこれ欲しいけどトラブルがついている。でも欲しい。行くしかない行くしかない。トラブルやだけど行く。無限アルペジオとかやめてね。トラブルメーカーやめてね。ここまで来て俺下がるの本当に嫌だから。アイテムドロップなし。やばい、これでかい。これきついぞ。待って、これめっちゃきついかも。一番きついかも。待って、一番きついかも。アイテムドロップないの。ちょっと待って、やばいかも。集中するね、集中するね。これだってさ、倒してもさ、ブロックないってことはさ、弱いってことだよね。そのきついってことだよね。あ、インク系が出るんだ。インク回復系、インク回復系出るんだね。じゃあなんとかなりそうか。全部出ないのはきついし、ウルトラ着地も決めたいし、やばやば。これチャージャー君もいるの。チャージャー君もいる中でのこのバトルはきついで。ここ車線切れる、ここ車線切れる。奥のこのポータルから壊していきたい。これ倒しとかないとさ、だるいんじゃなかったっけ。ね、確かそうだよね。車線切れる切れないの問題じゃなくて、ぐるぐる動き回ってこの子倒しとかないと、なんか後にめんどくさかった思い出があるんだよな。で、ここ車線切れるし、一応倒し。 OK、 2個目いった、2個目いった。おい、チャージャーいった。やっべやべ、危ない、逃げろ。オッケー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 。で、こっちに移動する。やめて、やめて、危ない、やばい、やばい、やばいやばいやばい、やばい。あー、息ができない、息が詰まってできない。ちゃんちゃん倒したい。やばって、終わりたくない俺は。ああ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 あ
死ぬ、あ、これ死ぬかも。生きてる、生きてる、俺諦めないわ、みんな、俺諦めないわ。やばい、やばい、やばい、諦めたくない。これマジできつい、アイテム出ないのマジできつい。死ぬ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 、一匹倒した、一匹倒した。あとまだポータル2個あるのよ。いけ、倒した、倒したけど、この状態また出てくんだよな、やつが。どうしようこれ、この状態で。うわー、危ねえ。普通にガチマッチ、うまい人と戦うのと同じくらいきついんだけど。なんならこの数のサーモンランを思い浮かべるぜ。これはオッケー。あと一個ちっちゃいのは大きいの先倒しといた。もう負けれん、もう負けれん。ここうまい、うまい、うまい、頑張ってる、頑張って、みんな応援して、応援して、応援して、応援してくれ、応援して。よし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 、うわー、うわー、うわー、むずかったー、マジでめっちゃむずかった。自販機行っていい？自販機行くね。難かった、本当に難かったな。最後の一フロアの前に一服します、自販機で。あ、ライフ回復しとかもなんか嬉しい。で、真珠買う。撃破ドローンゲージだって。敵を撃破にはドローンゲージ、あ、これいいね。でもね、ただもうここまで練りコインを手に入れたならもう持って帰ろう。一服完了。あのトラブルが一番きついね。最上階着きました。コダコのやつはここにいるんだっけ。はい、やはりコントロールルームに立てこもってるようです。おとなしくパレットを再設定してくれればいいけど、あんまり期待できそうにないね。またあいつと戦うことになるかもしんね。気をつけろよハチ。鍵を、最後の鍵を手に入れたい。ここで勝てば二つ目のパレットが手に入れることができる。行くぞ、みんな。コントロールルーム。コタコでもいいやつに生まれ変わったんじゃないのか。あいつ、未だにやってるのか。あ、いた。未だになんか大人になりきれてないのか、コタコ。邪魔するけど、お前は私らの邪魔すんじゃねえぞ。いきなり来て勝手なこと言うなです。V だ。かわいい。キャラが変わってる。キャラが変わった。あら。でもまたなんか攻撃してくんのか、コダコ。なんだ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 。え、コダコまだそれできるの？一難去って、また一難。どこだろう。また出てきた。また戦えやって。そんなに今強くないんだよな、俺の、この武器。売るのは早いけど。わー、いっぱいいってる。これ、インクの管理もできないし。ねえ、むずいんですよね。まあ、ウルトラジャック決めていこう。前は無限トルネだったから、一個前の方が楽に勝てる。そうだね。オブディー！よいしょ。割れた？割れた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 。口の中攻撃してやろう。この口攻撃してやろう。いくでね。あんま割れちゃった。オッケー。まず1回目。また手が出てくるんですね。手どこだ？あ、もう目の前で出てきた。びっくり。もう手が出てきた。すぐ手出す。ウルトラジャック決めまーす。なくなったんで決めまーす。
まず1個目ですかね。お、スペシャルゲージラッキー。これ上に行こう。はい、こんにちは、ナイスピンチだ。ちゃんと下回します。1個目いけそうだね。2個目も安全にいけそう。オッケー。さあラストだ。さあラスト、ラスト、はい、かましまーす。ウルコレラッチかましまーす。オッケー、3匹目。ここからタコが割れるので、これを投げた、投げた、これ。あ、レーザー撃ってきた。レーザーはでもぐるぐる回れば当たらないぞ。口の中にこう、なんだ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 、タコスミね、タコスミね、タコスミね、タコスミじゃない、石大ちゃんだ。石大ちゃん投げてきた。石大ちゃんやってきた。OK 倒した。 OK 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 OK。 石大ちゃんなんだここで。ラストか。リスク取ろう、リスク。あ、湧いたな、湧いたね。おや、着地かました。あ、そんなに近くない。わ、イカスミも打ってきてる。だるいな。待って、レーザー打ってきたのか。あ、やべ、あんな割れちった。これは動きながら邪魔すんだ、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 邪魔すんな、邪魔すんな。こっちもちょこちょこ攻撃しようぜ。着地かまして1個壊した。 OKOKOK、OK OK OK OK、もう1個巻き込んだ。はい、ボムを置いといて、よし。あ、危ない、ここ危ない、ここ危ないな。アーマーと取り行こうか。それ消えないでください。 OK。やべ、着地来てる。うわ、割れちゃった。いった。あ、待って、やばい、石大ちゃん来てる。これは危ねー、来てる。着地が警戒しつつだな。難しい動き。お、ディスク3個目じゃない。よし、今出てこないぞ敵。今敵出てこないぞ。まず1個壊しちゃおう。これまず1個壊した。リスクの姫ちゃん、ありがとう。割れたか、割れたか。これはなんだ、あとあれか、デコイチラシを打ってきたのか。タコだからな、やってそうだな、一番やってそうだよな。いやー、これ近づきたいけど近づけねえ。ボムからのボムだ。いや、着地だな。もう着地取りされんのやだ。あかーん、あかーん、着地狩りあかーん。オッケー、あかん、やばい、やばい。あと1個どこ、あと1個どこ。タコの足どこ、そこか。あぶねえ、あぶねえ。 着地のせいで死ぬ。自分の着地のせいで死ぬ。あと1個そこね。爆発させて。うわー、割られた。最悪、もう着地のせいで死ぬ。ほんとに、あ、死ぬ。あ、あ、ほら、割れた。うん、うん、あと一機だったのに。え、最初から。あ、三つ目からだ、よかった。え、待って、これ気抜けないじゃん。ねえ、ねえ、え、これ本当に三つ目から、三つ目からだよな、音的にも。え、てかここで負けないじゃん、負けられないじゃん。死ぬ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 。おっ、ぶねえ。どうしよう、みんな待って、応援欲しい。みんな、みんなちゃん頑張れ。え、死ぬ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 。あー、追い返されるのこれ。キャーキャー、まさかの
ここまで来たのに ここまで来たのに俺負けるのかねえ、そんなのは嘘じゃん。嘘って言ってよ、お願い、嘘って言ってよ。もういろんな意味で今回も泣きそう泣きそう、こんなことあっていいの？